玄米茶。やだやだ、何よこれ。うん、確か今日は気まぐれオレンジロードスペシャルの第3弾の放送日ですよね、ダーリン。うん、おかしいな、チャンネル間違えたかな。やだ春日くんたら、これ気まぐれオレンジロードが終わった後始まる燃えるお兄さんっていう番組じゃない。あう、2時間半も早く出てきちゃったのだ。おっと、ということで今日はオレンジロード最終号、そしてよろしく燃えるお兄さんというスペシャル番組をお送りします。はい、いいですか、今日のメニューの豪華なこと。はい、まずは気まぐれオレンジロード、もう一度見たいあのシーン、その下半期トップ10、そしてオープニングエンディングの大特集、グフ、それに鮎川のファッション大研究、やだ、それに燃えるお兄さんのコーナーもあるのだ。わかったわかった。はい、そして極めつけは最終回のハイライト、お楽しみになのだ。はいはいはい、お待たせしました、お待たせしました。いやー、1週間のご無沙汰でした。ご覧ください、このフィルムは前回のもう一度見たいあのシーン。たくさんのおはがきもらったんだよね。そこで今回はもう一度見たいあのシーン、その下半期の発表から参りたいと思います。第10位、この話は35話。やだ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 、何ですかこれ。ああ、いや、そのあのくるみの催眠術にかかっちゃったわけで。ヌードくんがすっごくエッチしちゃうというお話。あ、鮎川。第9位、ギャハハハハ、出ました出ました、ひかるちゃん、43話、昇進のひかる追いかけて冬海岸。ひかるちゃん、あの時本当にダーリンが追ってきてくれなかったら冬の海岸で凍えちゃうところだったんですよ。あ、いや、まあもうその過ぎたことは思い出さないで。そうそう、いろいろとややこしいからね。またまた鮎川ったら。第8位、39話、まどかに催眠術、京介危ない正月。キャッピー、まどかさんバニーなんかになっちゃってどうしちゃったんですか。いや、これは単純な僕の夢なわけであり。よっ、青少年なは。何なりとお言いつけくださいませ、ご主人さん。第7位、お前そんなの嫌だろ、うん、決まった、俺が消える。キャー、邪魔邪魔、ダーリンが2人、一体どうしたんですか。止めないのか。え、なんだか言い争ってるみたいね。変なの、春日君同士が。実はタイムスリップしちゃって、どっちが生き残るか揉めてたんだよね。いや、大変なバースデーでした。え、なになに。いいのいいの。第7位、32話、誕生日は二度来る、時をかける京介でした。第6位、キャピー、覚えてる覚えてる、これキノコ狩りに行ったお話ですよね。はい、第6位は33話、怪しのまどか、キノコで本音 120%。 いや、このキノコ食べると本音を喋っちゃうようになっちゃうんだよね。いや、ほんと困っちゃうよね。そりゃ春日くんは特に困っちゃうわよね。こら鮎川。おお、二人とも何のお話してるんですか。いいのいいの、ひかるちゃん。第5位、
第4位。やだ、これひょっとしてあのスキーに行った時ですか？ああ、そうだったかな。あ、ほら、ヒカル誘ったんだけど、あの時ヒカルったらホテルのディスコで踊ってたから。そうでしたっけ？そうさ、第4位、46話、白銀の一夜、二人ぼっちでゴンドラ。ああ、ちょっとやばいんで、さっさと次行きたいと思います。そうでしたっけ？番外編？はい、ということで突然の番外編でしたが、さあいよいよトップ3の発表に行きましょう。パンプカパーン。おっと、第3位、37話、オレンジ人形伝、まどか吹雪の対決。うわー、まどかさんかっこいい。何も見えないや。鮎川が女賭博士になるお話でした。やだ春日くん、違うでしょ。実は昔の友達を救うために。はいはい、すっくと立ち上がってバッサバサと大活躍のお話でした。キャー、私めも予約やりたかったの。もう次。第2位。はい、第40話、これはもう初夢大サービス編。初夢だよ、大怪獣ジンゴロの逆襲。たかが賞金稼ぎは気取るんじゃないよ。 1960X 年、怪獣退治に青春をかけた若者たちがいた。あゆかわテップ編、君は歌声の中に奇跡を見る。ジンゴロちゃんミサイル食べちゃった。それにしても悪者にされちゃってかわいそう。いいの、少ししんどい役やった方が痩せて本人のためだって。第1位、鮎川、応募総数 57,825 通。嘘、得票数実に 78%。 もう一度見たいあのシーン、下半期そのトップ1は。第42話、モテモテのまどか、京介ついに告白。私も春日君のこと好きよ。そんな、そうそう、うまい。先輩、まどかさんの手を取る。先輩、もちろん将来は二人でウェディングベルを鳴らそうね。将来二人でウェディングベルを鳴らそう。まどかさん、あれ、そして二人はついキス。あゆかは、春日くん。はい、ということで、春日くん、なんか照れくさいような気分しない？うん、まあね。ああ、私もダーリンとトロッコに乗りたかったな。じゃあ今度ね。え？あ、いや、あな。ということで、次は皆さんお待ちかね、続々とヒット曲が生まれました。オープニングエンディング特集。その前にこちらをどうぞ。玄米茶。エンディング大特集、よろしく。なは、あっ、ドライブのよ
ラッピーヤッピー。お兄ちゃんなんちゃって。はい、続いてはあゆかわの着せ替えコーナー。もう違う違う、じゃなかった。あゆかわのファッション大研究。うっと、夏少女かっこいい。うん、しっぽり浴衣姿素敵。きゃあ、ステージのまどかさん。はあ、ウェディングドレス悲しさも似合う。でもやっぱしスポーティーなのが一番。いやいや、なんたってこれですよ、これ。もうお兄ちゃんのスケベ。うわ、また出た。やだ、新番組の燃えるお兄さんじゃない。次はお兄さんのテーマソングも聞いてほしいのだ。ちょっと、素敵でいいね、どんな時でも欲しいものを見つけたなら出れたりしなくて。散々割り込んできて今さら照れるもないじゃないか。まあまあ、そう言わずに見てあげましょうよ、お兄ちゃん。まなみちゃんはとっても優しいのだ。やだ、そんなこと言われたらまなみ照れちゃう。もう二人で勝手にしてなさい。次は今夜の燃えるお兄さん第1話のハイライトを見てもらうのだ。そのまま見るのだ。あ、お茶、お茶、玄米茶。地球の総人口約50億。人は50億分の1の確率で人と出会い、それ以上の確率で結婚をし、また子供も生まれる。その中から兄弟もできる。50億の人口の中、恐るべき確率で君たちの兄弟は兄弟として成り立っているのである。大宇宙の神秘、それが兄弟である。こら、待ちなさい、ケイチ。ほれ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 ほら、捕まえたぞ。ほら、高いたぞい。あなた、ちょっと怪しいですよ大丈夫。あ、あなた、下向かないよ。なんてね。どう、あなたったら。くしゃ。ケイチ、ケイチ、ケイチ。父親の不用意なくしゃみによって幼児は川を流れた。デイジー、深い、それこそ深い森の中へ。一つの運命が二つに分かれたのであった。お茶、お茶、玄米茶。父ちゃん、僕世界一強い空手家になるのだ。その通りじゃ、お前にはわしの成し得なかった夢がかかっておる。人知れず一夜空手道に励んだ親子だった。彼らの闘志が燃え移ったか、その時太陽は情熱の炎となって針を包み込むのだった。
私は本当の親子じゃない。これが当時のお前の着ていた服だ。それだけじゃ自分の名前すらわからない。生年月日と名前と住所とそれから血液型が縫い付けてある。この青い空の下できっと私の本当の家族が待っていてくれるはずだ。私は会いに行く。それが私に課せられた運命なのだから。そう、健一の心の中では期待が大きく膨らんでいくのであった。しかし歩きにくい道だな。なんだあれは。ピーピー泣いてるで。幸先不安な旅立ちだった。てなことで、幼い頃生き別れになった妹ゆけちゃんを探してお兄さんを待ち受けたのでした。ちょっとくるみ、すごいじゃない。よく知ってるわね。なんと、この気まぐれオレンジロードに咲いた一輪の花、春日くるみことくるみちゃん、実は燃えるお兄さんにも出演するのでした。はい、これが私くるみことゆけちゃん。なんだかややこしいな。そうなのだ、幼い頃生き別れになった妹ゆきえなのだ。なのだ。ちょっと許されて、まなみちゃん。お兄ちゃん、私いつか会えると思ってたのよ。ゆきえ。お兄ちゃん、もう勝手にやってよ。勝手に早く取り押さえろ。現地の全身を正義が駆け巡っていた。許さないのだ。撃て、狙撃隊前へ。写真と住所、氏名、年齢、電話番号、そして自己 PR を書いてご覧の宛先までお送りください。お兄さんは誰の挑戦でも受けるのだ。あお、おちゃ、玄米茶。気まぐれオレンジロード最終回、そのハイライト。そんなの嫌ですよ、まどかさん。ヒカルちゃん、